トレバー・バウアーの試合後分析が藤浪晋太郎のコメントとそっくり。トレバー・バウアー投手は、6回7失点に終わった9日の巨人戦に続き、またもノックアウトされ連敗に非常に不運が続いている。2ストライクからの打率というのは普通は1割8分くらいだが、今は7割近い状況。フェアになった打球がことごとく安打になってしまっては、なかなかいい結果にはならないと語った。藤浪は、試合後、初回にチームが点を取ってくれて、そのまま乗っていければよかったが、出だしでつまずいた。直球をストライクゾーンにしっかり投げられなかったと話した。日本の藤浪。これもう藤浪だろ。日本時代の藤浪より下やん。そもそもメジャーでもたまにいい年もあるぐらいのピッチャーだしな。藤浪晋太郎みたいなコメントやな、これは人気出るやろ。こういうとこが嫌われたんだと一発でわかるな。研究熱心な分プライド高い上に自分の結論の誤りを認められない最悪のタイプ。運の問題でしょうか。ふん。高めの球を普通に打たれてるだけなのに。運が悪すぎるだけなら数十イニング無失点とかで収束するな。指導しか見てないなんジーミンみたいなこと言ってるやん。メジャーで嫌われてる理由がなんとなくわかったわ。自分の非を絶対認めないタイプなんやろな。これ遠回しに守備批判してる。自分に都合のいい数字だけ取り上げて都合の悪い部分は無視するのは草。40億の分。自分の投げたい球種はちゃんと投げれてるから調子が良いと思っちゃってるのでは。ちゃんと癖を直してキャッチャーの手動でコースや球種を投げさせない限り変わらんわ。癖がバレてるのかってくらいやられてんな。メジャー球ってめちゃくちゃ曲がるよね。その感覚で日本来たらダメよ。メジャーは絶対帰れへんし日本でもダメ。次はどこ行くんや。韓国か台湾じゃね。